日本鹿児島県薩摩仙台市都庁都庁は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩郡川内町都庁、川内市都庁。郵便番号は895-0043。人口は454人、世帯数は194世帯。薩摩仙台市西部、都川中流域に位置している。麻生駅の北方には、中福良町。 北方から西方にかけては、青山町、南方には、市菊式の市セリケや、市菊式の市金山、市菊式の市金山下、市菊式の市荒川、東方には、小番茶屋町、小城江町が接している。浅井駅の東端を、南九州西回り自動車道が、南北に通っており、薩摩川台とインターチェンジが所在している。北方には、戸川が東西に流れており、 対岸には、青山町、中福良町が接している。西端には、鹿児島県三313号荒川川内線が南北に通っている。都という地名は、古代に宮家が置かれたところと伝えられている。ウッドに由来している。都という地名は、鎌倉時代頃に見えている。薩摩国薩摩軍のうちであり、薩摩国図伝町には、薩摩軍のうちに、 ト浦十丁という記述があるのが都という地名の所見であると考えられている。また都は都とも書かれている。また、都の地は薩摩国府が最初に置かれた場所であったという説がある。鎌倉時代以降からは都という地名は現れず、江戸時代には現在の都庁に当たる区域は西手村に含まれている。西手村は1889年に 町村制が施行されたのに伴い、熊野城村の大技となり、1929年に、川内町の大技となっている。1940年2月10日に、鹿児島県広報に掲載され、同日に施行された、薩摩郡川内町、町名改め小南区域変更により、大技にしてを廃止し、それの区域中時、幕、灰原、門前、屋敷殿、南元涼、 戸原、慶都、山口、尾見取り、同省、下月伝、田浦、中山、永田、自中塚の内地や青山の区域を都庁宮古地用とする、ことが、鹿児島県知事によって許可され、薩摩郡川内町大あざにしての内矢座、幕、廃原、門前、屋敷伝、南本領、戸原、慶都、山口、尾見取り、同省、下月伝、田浦、中山、永田、 青山の全域及び自中塚のうちの一部の区域をもって川内町の町、都庁が設置された。翌日の2月11日には、薩摩郡川内町が単独で市政施行し、川内市となった。1993年に都庁技南及び、自本領の各一部を青山町に編入し、青山町技、原田の一部を都庁に編入した。 2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において、川内市の町、地については、現行通りとする、と協定されたため、名称の変更は行われずに、 薩摩仙台市の町となった。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。